方で腕上がらないはずなのに。目を覚ませ、目を覚ませて。でもこれが目的だったわけですから、自分から送りをんどいて。そうですよ。そしてアキトにしてみたら、人のことを利用ばっかりしやがってと。やめてくれ。そもそもだから次期社長の座はアキト君にしようって言ってフェロモンズに送り込んだのに、なんでだよ、抜けだよ。でもアキトはおフェロモンが、フェロモンがかかっちゃった。フェロモンセクシー大砲が三四郎スタラー。さあもうリング内外でさまざまなことが、ついにここまで。うわ、あんなの売ってるんですね。どこで買ったんですかね。だが構わず三四郎スタラーを狙いますが、西垣コーチアート。キャンユーシーミースタラー。